今日はマリオカート 8! イエーイ今回の縛りはなんと、ビリが1位に無茶ぶりをします。まずはですね、一周します。まず一周、これは普通にやります。開けないで。はい、無茶ぶりの内容は大喜利、モノマネ、クイズ、何でも大丈夫です。面白くなかった場合、ビリまで逆走してもらいます。ビリまで行ったらまた同じことを繰り返し、じゃあということでやっていきましょうか。早速、はい、クイズ。あきくん滑るんだよこのステージ。めっちゃ滑る。やばーい。こんなせんべいは嫌だ。どんなせんべい？袋開けたら全部湿気てる。あーシンプルに嫌だ。セーフ。やった。海の近くに住む人あるあるを教えてください。サーフボードいっぱい持ってる。なんか可愛いな。なんで可愛いな。審査持ってないよ。判定緩いんじゃねえの。あーちょ、可愛い、可愛いからこれアウト。ゴールしちゃったよ。ちょっとね、サーフボードいっぱい持ってるわ。あるんじゃないの。海の家じゃん。じゃあ別に4レースじゃなくていいな。うん、これ無限でも大丈夫だな。これ無限でいいわ。嘘だろ。これ無限にやるの。本当に。おい48レースって何。でもずっと最下位だから。絶対に入れてもらえなくなりました。何をした。ドミン。ドミン。ごめんなさい、北の人。嘘です。俺入れてもらえないじゃん。ありがとうっていう言葉を使ってお父さんを怒らせてください。いつも社畜してくれてありがとう。お父さん悲しいんじゃない。ありがとうだわ。オッケー、セーフ。やった。ドリンクバーで怒られた。なぜ。はい、全種類のジュース混ぜて店員にかけた。大抵だお前は。セーフだ。やだ。唐揚げ大好き男。その特徴は唐揚げのなんかレモンが。あーどうだ。おい、そうか、この予習時さっきから可愛いでシナン君 OK してる。なんか誰か知らんやついらん。なんかアフロ入ってきた。誰ハルキくんだ。クワちゃんの作り方を教えてください。わたがし 30g と赤子。いや結構好きなんだけど。俺は好き。これ結構おもろい。大喜利面白いな。ちょっと待って、マリカ弱くないみんな。あ、来た。何やろ、お前。何無傷だ、おい。なんか、ね、レースしてたから参加しちゃった。裏でマリカやってると思ったんだ。あ、そう、裏でマリカやってると思って参加して。この人数でやらない。カラオケの得点が100点満点中200点だった。何をした。本人呼んできた。シンプルにオッケー。いいだろう。スポーツ女子と付き合う方法は。行くことってなんだよ。絶対失速に釣られたよ。なんだ行くこと。下がれ。絵が下手な人を救う一言を教えてください。ポイント取れなかった。やっぱ個性大事だよね。シナン君に言われるのなんか嫌だな。ちょっと嫌だな、シナン君に言われるの。本物やな。下がれ。ダメなんだ。ちょっと最後にヨッシーに一個ちょっと回答してもらいます。はい。じゃあ僕からいきますよ。あ、わかりました。お願いします。なぜバナナはカーブしているのか。なぜでしょう。それはね、バナナが俺止まるわ。ちょっと止まります。帰れ。